はいえー、改めてなんですけども30年以上経った事件で、えー、この熊道利というね方がね冤罪になってしかもまあもう刑が執行されてしまったというねもう完全なる冤罪判決があるんですよでこれはあのもちろん無罪の方がそういった不名誉な刑を着せられてそのまんま、うん、事実をね 再調査されることもなく闇から闇に葬り去られたというね密室での事件と言ってもいい本当に過酷なものだったわけなんですけどもそれ以上に真犯人が逃れているってうことが、うん、まあ警察当時の司法の相当な落ち度でしょうねで30年かけてもそれを、まあ、認めないであらゆる角度から少なくともこの熊道利 犯人じゃないことはどう考えても明らかなんですよ。しかし権力を持った司法というものはね警察権限というのは真実を隠して自分たちの間違いを認めずにそのまま闇から闇に葬り去ってしまったという。あのいいんですよ捜査には間違いがあると思いますしそして手柄を焦るがあまりね犯人じゃない人を犯人にしてしまう瞬間があってもいいと思うんですがまあいいと思うというか、ね、そういうことは。あの 数限りなく行われる捜査の中で一部そういうことあるでしょうけどもやっぱり間違いに気づいたんだったらもしくは自分たちの手で気づけなくって、まあ、民間のね善意によって気づかされたならやっぱり速やかに方向転換するべきですし当時の法務大臣もその、まあ、簡単に反抗をするんではなくてねそれがどういうことなのかとうん口を拭って知らんぷりをさせるようなことをさせていいのだろうかとかね。 飯塚事件っていうやつなんですけどもこれは今でも許されないことじゃないかなと思いますねあの私の記憶のある間でこれはなあと思うのは高知白バイ事件なんですけどもやっぱ警察がねみんなでねグルになって証拠隠蔽改ざんして向こうの市民を重罪に追い込んで人生をめちゃくちゃにして、うん、それでまあ誰一人責任を取らない、まあ、そういうふうな世の中ですよね。 だから全てがこれに通じるんですよ結局権力を持ってしまえば自分たちの落ち度を認めずに余計なことを嗅ぎ回る人間も抱き込んでいってしまうもしくは抹殺してしまうということでね本当に恐ろしい世の中だなと。民主主義が公然と踏みにじられてそれでなおかつ悪党がのさばりその利権をむさぼっている構図は変わらないということでね。 まあ非常にこの権力っていうのは暴力に勝る暴力であってまあ今中国でもねロックダウンゼロコロナ政策があまりにも行き過ぎてまあ人民を害してるわけなんですよねただでさえひどい政策を繰り返す国なのにこういうことで今中国共産党や習近平国家主席に公然と反駁する人たちが 増え続けている中国割とまあ、ね、似たようなところで日本っていうのは暴動こそ起きてませんけども、うん、でも一般国民に対してあまりにも過酷なねずるい司法の策略があったりとか警察のくだらないプライドを守るための姑息な策謀があったりとかねついこの間も広島県警で。 3,000万ほどのお金が警察署の中でなくなってしまってそのまま知らぬ存でだと思うおおむねは善意で動いていて正義のための活動してくれてると思うんですよところが隠された闇は非常に深くてね重いんだなと思いますね今 YouTube でこういった飯塚事件っていうものを見ることができるんでさおかし無念だっただろうなというのと同時にあとはね 向こうの国民を犯人に仕立て上げてそれをみんなで持ってグルになって隠蔽して知らんぷりを決め込むそして今日もどっかで飯を食っちゃ居眠りしてるようなね図が浮かぶとそいつらのニヤニヤした顔をねなんとか踏んじばってやりたいような気持ちですけども、うん、まあ私たち力なき国民は天が裁くことを信じるしかないのかなと思いますね。 本当に気味の悪い事件でございます。一応ね、動画概要欄に FBS 福岡放送ニュース、こちらの方でリンクをつけておきますので、まあ、ご覧いただければと思います。全部で6編あるんですよね。7分前後の動画6編で40分、45分ぐらいにまとまっていると思いますので、ご覧ください。